会シンポジウム第2部自社の弱みを生かせを開始いたします。ここでご講演いただくご登壇者のお二人のプロフィールをご紹介させていただきます。 JSTF 代表橋本公宏様、株式会社大島代表取締、失礼いたしました、株式会社大島商事代表取締役社長大島昇様、以上2名のご登壇者からお話を頂戴したいと思います。なお質疑応答は最後に用意しておりますので、その際に行います。それではシンポジウム第2部自社の弱みを生かせコーディネーターの大島昇様に進行をお任せしたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは、愛知県からやってまいりました、株式会社大島商事、大島です。よろしくお願いいたします。そちらで採寸見られてる方どうぞこちらに集まってください。ちょっと皆さん最初に興味はおありだと思うんで、こちらでいっぺんやってみます。今から、メンズとレディースのシートがありますので1枚ずつ取っていただけますか。メンズとレディースのシート、どうぞ皆さん採寸の実務というかどういう理屈になっているかをお教えしますんで、こちらに来てシートで実際にやってみましょう。どうぞどうぞ。女性の方とメンズの方とは畳が違いますので、女性用は、ブラウンで、ね、メンズは黒です。ぜひぜひやってみてください。普通はね特許なんでNDA 秘密保持契約とか交わしてるんですけど、そんなせこいこと言いませんので、体験してみましょう。どうぞシート取りに来てください。じゃあ皆さんいいですか、一緒に。マスクない、マイクなくて聞こえますよね。じゃあ、スタンスください。今からやることはですね、実は俺の親父もハンドソーの職人です。だから門前の小僧で、足を測ることができます。でこの中で横断物の採寸が分かる方っていう手を挙げてください。分かりますか。じゃあ今からそれをめちゃめちゃ簡単にします。でこのシートはですね、実はその足の採寸を簡略して統一したものです。で皆さんの前に足を出しますんで、ここボールジョイントって分かります。ボールジョイント、親指の誰でもあります、このグリグリグリッとするボール状の、皆さんちょっと足わからない人はパッと合わせに来ますって言ってくださいね。わかります。実はボーダー用の採寸っていうのは、その
足型を取って、さらに、なんて言うんでしょう、ボールジョイント足型を取ってボールジョイントを見つけて、採寸していくんですね。そのボールジョイントっていうのが採寸の起点になるんです。でこのシートは実は勝手にボールジョイントに行くんで、今からこの1枚のシートを測定器に変えますんでね、やってみましょう。まず半分真ん中を折ってください。折り目を入れてから切り替えましてくださいね。折り目を入れてから切り替えます。でシートの左右にメジャーが3つあります。これも折り目を入れてから切り替えます。折り目を入れてから切り替えましょう。伊藤ちゃんはあり手伝って、いいですか。メジャー3つばらしますよ。シート1枚についてメジャー予備含めて3つついてます。じゃあこれをかかと周り、かかとを作りますね。かかとを、ここを谷谷谷と3回折ってください。下を谷谷谷です。こういう感じですね。こういう感じ、谷谷谷ね。いいですか。ちょっとこっち見てください。今度はこれ、爪をこう立てるか、爪を。で、先ほど作った、カニタニタニで作った二等辺三角形を、うまいこと横から滑らして、かかとの受けを作る。ここで破らないようにするんですよね。破りやすいんで、ここで爪を破らない。要は、こういうものを作る。かかとの受けです。できました。ちょっとわかんないって人手あげてください。いいですか。その次、ここの帯を倒します。帯を倒すというか立てる。これがまず完成形です。でこのシートの面白いところは、実は足の長さが分かると、今のさっきのボールジョイントが分かっちゃうじゃないですか。今までの測り方っていうのはボールジョイントを見つけて測るんですけど、これ逆なんですよ。足の長さが分かるとボールジョイントに勝手に行きます。勝手に行くことが統一化されていると思いますけど、こっち見てください。この真ん中の赤い線に第2子親指から数えて2番目の指、それを乗せてかかとをつけて一番長いところを測る。一番長いところです。